母さん美味しいって言ってくださってるよ、うん、ありがとうございます。めっちゃ美味しいです。力目に襲いました。まだいっぱいありますから確かに、うん、お口に合いました。うんうん、全部美味しいです。ありがとうございます。嬉しいね。うまいわ、うん、最高ですよ。めっちゃ美味しい。10月2日から、うん、ちょっとあなた、アンバサダー、アンバサダー。いただいちゃいましょう。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。嬉しい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 。もう好きなように食べちゃってくださいね。わい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 、うまっ。うまいでしょ。うん、このスパゲッティサラダとは名ばかりのただのスパゲッティね、うんうん、この家にお部屋あるんですか、高尾さんの。もうなくなりました。あら、うん、昔はこの部屋2つに分けてたんですよ。うん、お母さん美味しいって言ってくださってるよ。ありがとうございます。めっちゃ美味しいです。力目に襲いました。まだいっぱいありますから。確かに、うん、前の動画でほんま山盛りの時ありました、ね、全然少なくじゃないから。あれ、タケの時はうまこ、うまっ。ほうれん草のごま和えってこんなうまかったっけ。ああ、味噌汁沸かしちゃう。ほうれん草のごま和えがお菓子ぐらい甘くてうまい。うん、うまい、うまい、マジうまい。うん、ねえ、うん、あ、そうだ。それで、なので、なんかお味噌汁じゃあ後の方がいい。あ、今カツあげるけど。カツあげちゃいなよ。うん、だからお味噌汁はいつない任せる。マサラさん、お味噌汁もう少し後の方がいいかしら。え、全然今でも。あ、今、うん、はい。逆に言ったら、お味噌汁後の方がいい人っているの。そう？うん、え、行ったことないでしょ、和食屋さんなんて、鈴子さん。え、松村さんもお母さんなんかおしゃべりだったりします？うん、おしゃべりそうですね。うん、俺のお母さん一人でずっと喋ってたりするね。確かに、でもおしゃべり、レベル3ぐらいのおしゃべり。ああ、うちがレベル40だから。レベル3ぐらいかも。今日はお母さん喋んないね。もうダメだよ、松村さんに緊張しちゃってって言いながらなんかずっと喋ってるでしょ結局。うまっ。エビチリ美味しいわ。美味しいでしょ。嬉しいです。よかった。めっちゃうまいんですよ。あとのハードル上げるけど、うん、うまっ。うん、うまいわ、うん、お母さん、松村さん、美味しいって言ってくださってるよ。ありがとうございます。めっちゃご飯に合います。ああ、よかった。松村さん、ありがとうございます。いただきます。大丈夫ですか。はい、パワーください。はい、ありがとう。
沸かしちゃってごめんなさい。わーい。気がついたらぶっ飛ばしちゃう。なんかいいですね、アンムーン。いいですね、アンムーンじゃないですよ。カツの時はカツカレーのセットじゃないですか。うん、それって普通じゃないよね。普通じゃないな。昼ご飯じゃないな。昼ご飯。昼ご飯。うん。昼ご飯。お口に合いました。うんうん。全部美味しいです。ありがとうございます。嬉しいね、つうこさん。本当。家族だったらもうパパパって作るんだけど、逆に力入っちゃって大丈夫かなと思って。最高ですよ。うんうん。パが大丈夫って言えばあれか。同じぐらいで取ってもらっていい？はい、お願いします。同じぐらい入れていいの？うん。あ、でもカツ丼食うか。ちょっと少なめぐらいで。ダイエットやってるんでしょ？で、だからカレーも食べるんでしょ？あ、カツカレーもあんだっけ？うん、あ、でもいいや、よそっちゃって。カレー。少な。本当に？もう君みたいなお年寄りと違うんだよ、悪いけど。うちのお父さん昔は恰幅良くてね、なんか強そうでかっこいいお父さんだったんですけどね、今もこんなガリガリお父さんになっちゃって。あら。お父さん今弱そうだもんな、やっぱ。昔あんな強そうだったのに。結構そのままだよ。本当？逆に。弱じじゃない？大丈夫。でもこの撮影とか7キロ痩せられたんですか？そうですよ。でも実は本当によく撮影の時に、ジャンボさんなんか痩せたのかなみたいな話よくしてたんですよ。で絶対みんなで痩せてないでしょって言ってたけど、本当に痩せてたんですね。なりましたよ。びっくり。こういうシーンとか本当ね。ねー、可愛すぎるんですけど、うん、みんな。やっぱジャムジャムに会いたいって思いますよね。うん。嬉しいね。本当にね、なんか泣けるし、なんか、うん、泣いたり、勝村さんはなんて可愛らしいし。いえいえいえ、みんな可愛くて。びっくりしました、私もなんか、ね、出来上がったらこんな感じになるんですね。めっちゃ面白いですよね。めっちゃ面白い。編集めっちゃ凝ってくださってて、うん、あれも好きなんですよ、松村さん。ラスト、はい、3人で、うん、元々3人でなんかいろいろやるじゃないですか。うんうんうん、あれ毎回違って、うん、あれも面白いなと思って。確かに。あれも何回もふざけて撮りましたよね。うん、レオだけ練習してる。うん、だからこの動画も、うん、なんかヴァンパイアぐらいついてますね。気づきました、はい、ヴァンパイアぐらいついてましたよ、はい、人の血吸ったって言ってたもん。これもなんか最終回 前に流して、うんうん、みんなにね、少しでも見てもらおう作戦。うん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 。推しぶどう最終回直前スペシャルですよ。うーん。でも本当なんか撮影の時は私マイナしか見てなさすぎて。おお、なるほど。全員にマイナ、
ばっか見てたけど、うん、放送見ると本当に全員可愛くてやばいですね。可愛い、本当に可愛い。箱推しになる理由がわかる、うん、皆さんが。で松村さん偉い、ちゃんとその前のしか見てなかったんですね。本当に前のばっか見てました。もうダンスシーンも。俺その時から全員見てましたわ。ちゃんと。だってレオの名前も間違えてましたもんね。うん、しかもエリピオさんの名前とね。エリちゃん。レオが。絶対ダメ。今誰の名前？そのチャムチャムのメンバーならまだしも、うんうんうん、エリちゃん。カカごめん。はいよ。カツ丼横って大丈夫？おう、うん。もうできちゃうってこと？え？もうできちゃうんだ。うん。うん、頼むわ。俺カツ丼待ちしてるかも結構。別に何が普通だったよね、食べるでしょう、うん、それ予想、その言い切りだったら変ですけどね、食べるでしょうみたいな、食べるでしょうだったら全然いいですよね、うん、うわ懐かしい、みんな、うん、見てくださいね、皆さん最終回ね、本当ね、本当に感動しますよね、感動する、アイドルっていいなって思ったな、最近。え、このアイドル、もう一回アイドルやりてえなとか思ったりするもんですか？たくあん食いながらやめてもらって。たくあん食いながらさ、兆候やめてくださいよ。もう、たくあん兆候。そうですね、うん、でいつも思うのがエキストラの方々本当いいお芝居されてくださってますね、皆さんお上手ですよ、ね、みんな本当上手、松村さんはそんな大きいのは無理よ、これ、うん、俺のなんか普通のカツ丼なんだもう、まあいいや、ありがとう、ちょ松村さんに見せてみる、食べれます？これだと入ってる。今お腹何割ですか？やっぱり丼になっちゃうの。5ぐらい。すごいよ松村さん、お腹まだ5だ。食えるかそんな。なあ。大丼ぶり。いやそれあの近所の定食屋の大盛りサイズだから。それは松村さっきのでいいよ、松村さんの十分。さっきのでいいって言ってんのよ、松村さん見て、やっぱこれにするとか、多いって、かわいいし、それ少なめね、うん、飯原だよ、本当に、自然と飯原しちゃうタイプだから、うちの母ちゃん、でもいいですね、わかる、ご実家ってそうですよね、俺の友達がもうお腹いっぱいだって言ってんのに、うん、唐揚げにボール、ボールに唐揚げ入れてトングで、もう終わり、嘘だ、体調悪かったって。あれ飯原だったね、今思うとね、子供に、なんで、何体調悪いのとか言って、そいつお腹かれて、いやもう大丈夫です。あ、これも楽しかったですね、みんなでエンディング撮るのね、うん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 、俺でも撮ってる時これ本当にこれでいいのかと思ったんですけど、やっぱいい感じになるんですね、ね、本当にやっぱ監督さんには見えてんだろうな、うん、なんか喋り出したぞ。なんか喋り出したぞ。表示モードが本当可愛らしい。嬉しい。うちのお母さんだってなんかドラマ見てもようなんか演技に厳しかったのよ。そんなこと失礼。やめて。いやいやあれね、俺が子供の時とかお母さんがテレビ見てても、うん、タカこの女優さん大根。やめて。
よう言ってたね、お父さん。よう言ってた、お母さんが。この女優さんは大根。うん、でも、いや、いいんだよ。それ、過去お母さん言ってますよね、多分ね。うん、多分。ちょっと悪いけど、俺のデカすぎないかな。ちょっと焦げちゃった。うまや。ちょっと、はい、一食目みたいな。いや、でかいって、だから。ご飯少ないけど。本当？嬉しい、ありがとうございます。これ、残しですから、本当に。テイクアウト。これね、普通の女子は、これで腹、はい、いや、だからもう、な、これ親の肩ぐらいあるから。俺食えないよ、こんな絶対。すごい。いただきます。お前はうまっ。松村さんの方はお肉少し減らして。多いかしら。いい香りする。もう味付け砂糖と醤油だけ。めっちゃ美味しい。うまい子。うん、カレーなんか。カレー、俺じゃカレーちょっともらう。うわー、くそー、カレーか。このカツ丼でけえ。でけえ、このカツ丼。うん、うん、うん、うまっ。うん、うん、お母さんいつもあのバイキングは最後はカレーで締めてる。知らないよ、あなたの流儀。わかります。いや、わかるんかい。それぞれカレー違うじゃない。はい、あります。まだ全然減らねえ、カツ丼。残していいよ。あ、あなたは。最初に食ったらうまかったんだろうな、これ、もっと。だってなんか約束と違いますよね、松村さん、この量ね。もうだって、飯入ってカツ丼頼んで、これ出てきても、うん、うわ、ちょっと多いなって思うような。松村さん、ごめんなさい、超えすぎちゃった。松村さん、今日で5000キロカロリー取ってるから。あまり無理しない方がいい。味はうまい。うん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 。お父さんの松村さんケーキ。うん。松村さん怖がらせるなよ、もう。だってね、あの、もう怖がらせるのやめろって。うん、ケーキも食べたいです。優しい、ほら言うじゃん、優しいから、お母さん、松村さんは。これでお母さんがさ、はい、カツカレーって出されて、もう多分、ああ。あ、嬉しいですって言うよ、優しいから。でも内心ね、もう本当に震えが止まらないよ、多分。あ、確かに、池ちゃんに襲った時より多かった。絶対多いよ、2倍ぐらいあるよ、池ちゃんに襲ったの。うん。じゃあ、でも本当に松村さん、俺ね、うちの親、本当感覚が壊れてて、うんうんうん、でもさっき松村さんのお米大使やられてて、うん、だからそれもなんかパワハラだから、そのね、あなたお米大使やられてんだもんね。食べれるよねみたいな、そのことになっちゃってるから。お父さんがなんか松村さんを急に、あ、じゃあ大丈夫か。どうします、松村さん、この家出た時にパンパンに太ってたらもう恐怖の家、幸せ太り、プラスハウス。いつもお一人で帰るときは何出てくるんですか？こういう感じ。あ、どうも。こういう感じですよ。撮影じゃなくても？うん。うん。
めちゃくちゃ作ってくれますよ、たまに帰ると。お母さん、たまにしか帰ってこないんです。うん、ご飯、これにカレーを入れるってアイディアがいいと思う。いや、別の方がいいよ。あのカレーと合わないから。いいよいいよ、あの違う違う違う、あのご飯ほらちょっとだけあるから、これにカレーほら合わないよ、そのご飯に。だからいいよいいよ、新しいカレー残していいから。カレーはそれは残していいから、あのカツ丼のご飯にカレー合わない。いや別に全然いけるって。いけないよ。なんで？だっていけますよね、松村さん。まあでもお母さんがそういう作る側の方がそういうなら。松村さん優しい。だって本当たか合わないってカツ丼の。あ、そう？チキショウ、カツ丼食えちゃったな。結局今カレー温めてるから。松村さんカレーちょっと待って。え、もうスプーン一杯。え、何松村さん。こんぐらいね。本当にちっちゃいお皿で。ちょっとさ、もういい加減にしてもらって。君、松村さんはカレーじゃないのよね。じゃあこのカツ丼もっと小さくしなさいよ。この肉 200g ぐらいありそうな肉でさ、作ったカツ丼でさ。確かにカツがとても立派。カツもでっかいカツでね、こんなね、すごいですよね、立派な。今日4枚あげるつもりだったけど2枚にしとく。何言ってんのマジで。何フードファイターだと思ってたの、傍ら。いやー、4枚聞いたことないわよ。なんでさ、松村さんがちょうど俺ぐらい食うと思ってるの、その計算だと。ダメダメとか言ってる。松村さん大丈夫？ダイエット中とかじゃないですか？あ、大丈夫です。もう。部活？米部？米部の食い方。米部じゃん。いや、うちのね、米部のね、顧問は厳しいよ、悪いけど、うん、うちの米部の顧問は追い込むからね、だいぶ、うん、限界と思ってからが勝負だ、ね、うん、恐ろしい、うん、あのちゃんと回ってたか、それ回ってるか、バレになっちゃって、うん、お父さん、お茶とかある？まだ茶あるでしょ。あれ、まあ、今日はあったかいの作ろうか、こういう、うん、あ、ごみ水でいいや、じゃあ。ごみ水、うん、おじいちゃんが昔、耳に虫入ったって話してるよね。うん、うん、おじちゃんも入ったの。おじちゃんも入った、どういうこと、うん、そんな入るもんじゃないでしょ。で、病院行って医者信じなくて、うん、医者がびっくり。あの親子で入るなんて。昔おじいちゃんの耳にこれぐらいの虫がパーン入って、うん、でそれでああみたいになって、うん、いつも厳しいおじいちゃんだから、そんな絵面ちょっとおもろかったですよ。でみんなうわ大変だっつって、でうちのおばあちゃん昔ながらの本当割烹着着たおばあちゃんみたいな、うん、でそのおばあちゃん、うん、おばあちゃんどうしようっておばあちゃん見たら本当腹抱えて笑ってた。で、お母さん掃除機持ってた。誰？お母さんが？お父さんみたいな、アイデア考えましたみたいな感じで。バカなお嫁さんだね。え、
お水1個でいい。松村さん持ってるよ。はい、お茶ある。ありがとう。ちょっとあなた、アンバサダー、アンバサダー、米部、米部、部長、部長、すごい、新入部員として、よく食ったね。2年後には君がキャプテンだよ多分。3年生になったら嬉しい、うん、怖い。お願い、本当に松村さんのカレー小さいでありません。どんなカレー来るんだろう。俺前もそん、あ、いいんじゃないですか、松村さんに聞いてみたら。それは冗談だって、残念ながら。それそれって思ったでしょ、あのぐらいのサイズ、うん、冗談だって。これで食べるみたいな。でちょうどよかったよね、多分ね、このカレー。そしたらお母さんが冗談だって。残念ながら。顧問が強すぎる。冗談だってさ。コメ部の顧問が。ああ。なんか下の匂いが大丈夫だと思います。匂いだけ。ありがとうございます。本当少ない、いやいや少ない、はい、わりかし朝ごはんのカレーとかだったらこれぐらいよ、全然。その1食目から、イエーイ、ありがとう、これだ、あ、ありがとうございます。いただきます。あとめさん、これ、はい、らっきょう、あ、らっきょう、らっきょう、私うまいわ、つけました、すいません、すごい、ちくらのおばあちゃんの真似して、あ、うわー、ちょっと、お母さん、いいじゃん、ほんな、みんな知ってるよ。想像より太ってないと思われるかもよ。いやー、まあ、高いよりは痩せてるよね。で、松村さん、高いよりは痩せてますよね。そうですね。痩せてると思います。あれじゃないんだよ、これ、今の松村さんの嘘をつけないという性格上、分かったか、おい、鈴子さんよ、俺より太ってるよ、君の方が。いやいやいや、松村さんの嘘をつけないという性格上、もうついに答え合わせ完了だよ。大デブ、大デブさん、いやいやいや、松村さん、いやいや、絶対あるんですよ。まあ、そうですね。松村さんは本当正直、うん、松村さんは嘘つけないんだよ。可愛らしいフォルムで。でも松村さんにお会いするまでに痩せるって言って、うんうんうん、1日5000歩以上歩くっていうのを、うんうん、なんとその俺が松村さん来るかもよっていう日から毎日続けてます。すごい、はい、松村さん本当そうなんですよ。あなたのおかげで母がついに10月2日から、うん、お父さんだってこれ本当、もう5年ぐらい前から言い続けてもやらなかったもんね。マジで松村さんきっかけ、痩せるって決まって、うん、うん、初めて続いた、本当に、本当なんですよ、本当に松村さんのおかげ、すごい、さすがです。だから松村さん、今後も続け、歩くの続けてくださいってね、言ってください。鈴子さん頑張ってください、あ、応援してます。ほら、これ言われてもう、もう裏切れないでしょ。でもお母さんが、家族ラインに報告するんですよ、うんうん、今日も5000歩歩きました、ただ帰りにチャーシュー麺食べちゃいました。俺それで、大人になってチャーシュー麺ってあんま選ばなくないですか。確かに、だからね、大人で60超えてチャーシュー麺食うのあなただけよ多分、うん、いや入ってるからな、普通のラーメンにも。カレーもめっちゃ美味しいです。カレーうまいっすよね。カレー美味しい。これは、うん、これだってあれでしょ、あれでしょ、いつものやつでしょ、いつもの、なんだっけ、極み、絶品っていう、
お母さんがある日見つけてきたんですよ、うんうんうん、だからこのカレーやばいよみたいな感じ、うんうん、で絶品のルーだとねすごい美味しいんですよ。うーん、美味しい。美味しかったですお母さんありがとう、どういたしまして。やーい、らっきょうも美味しいです。らっきょうも美味しいって言っていただいてるよ鈴子さん。お母さん体重は減ってんので、え、その雪だるまみたいな体して、これでも、最大体重から5キロぐらいです、うん、あ、めっちゃいいじゃん、うん、マジで偉いわ。お腹出てた、マジで偉い。そのてか、いや、お父さんこれ続けることが本当に意味あるよね、うん。あ、これあの笑っちゃうぐらいベタな気分。すごい、え、しかもプレートまでついてます。すごすぎる、これお父さんね。ね、ちょっと恥ずかしい、やめてよお父さん。何が、かわいすぎる。何がお父さん、あの、ちょっとすみません、あの、松村さん絵でお願いしますってないのよ、お店の人にさ。やめてよ、もう恥ずかしい。嬉しい、どうぞどうぞ。松村さんないよ、初めてもらったこのプレート。ちょっと笑わせないで。で、お母さん、お母さんフォークがないよ、フォークが。あ、嬉しい。ストローに手に点々ついてる。絵に点々の古いタイプの方ね、うん、昔ので、タカの。でも俺実はこのベタなチョコレートケーキ大好きなんだよな。うん、うん、ありがとうございます、先生。ありがとう。あんま気取ったケーキより俺こっちの方が好きなんだ実は。てか普段気取ったケーキを食べられるわけじゃないから。いや違う、案外ね、こうあるのよ、そのなんか、母さんの高級ケーキ食べたい。いやー、だから美味しかったですよね、岡山のね。うん、美味しかったですね、ケーキとか。コージーコーナーさんの前で言うのはなんだけど。すっごいんだよ、おしゃれな。ほんとね、20種類ぐらいあって。コージーコーナーだって4種類だっただろ。ケーキ4種類の中から4個選んだんだろ、だって。ベスト3の。だせー、この上。なんでよ、そういうこと。コージーコーナーもいや俺大好き、一番好きだって。違う違う、俺一番好きだから、そのコージーコーナーのチョコレートケーキ。だ、上のこのダセえと思って、このコーヒー苦手かしら。あ、全然大丈夫です。いただきます。いただきます。確かにチョコレートケーキもめっちゃ美味しそうね。いいっすよね、うん、こういうね、スタンダードが一番美味しいし、ね、そうそう、いただきます。懐かしい、なんか、うん、はい。でもこのショートケーキは立派じゃないですか。あ、すいません、はいよ。確かにそのショートケーキよりもなんかちょっと丸くて、うん、一周。そのショートケーキを選んで欲しかった感じ。おお、意思疎通。あなたの中でエース。うん、美味しい、大エース。このエースケーキは松村さんだな。じゃあ何だよ。そんな感じだよ。イメージで言えばね。で、タカがまあ適当なの取って。タカ先に選ぶなよ。ぐらいの。松村は漢字で。ん？カタカナの方がいいか？違う、最初はね、エビを変えて。ああ、いいじゃん。
センスあるじゃん。死ぬほど喉乾くな、このケーキ。おいしい、でもめっちゃ。でも子供の時って何個でも食えると思いましたもんね、ケーキね。甘いもん結構好きですか？めっちゃ好きです、甘いもの。でも何でも食べますね、じゃあね。そうなんですよね。そんなに甘いもんも好きだし、普通のご飯も好きだし、好きだし、お酒も好きだし。あら、もう全制覇な、よく取んないですね。将来、あ、どうも、将来こう体質ね、変わっちゃったりして、でもいい、そのいいお母さん像がですね、なんかこう松村さんが太ってこうみんなにたくさん作ってみんなも食べやーっていい母ちゃん。ドライヤーやってますか、ね、お母さん。え、汗かいたから。汗かいたからや。嘘でしょ。え、鈴子さん、ちょっと怖いんだけど。え、俺の母ちゃん汗かいたからドライヤーして、今からサラサラの髪で洗われることですか。可能性が。怖いんだけど、マジで。あの帽子取って。お腹いっぱい。ああ苦しい。パンパンだ。おいしい。本当？うん。あのチョコならいいけど、あの砂糖菓子の世界一まずいやつじゃないですか、それもしかして。そうかもしれない。チョコ？うん、砂糖菓子。あの子供の時にこれも食べようと思ったらなんか美味しくなって思った。砂糖菓子のやつでしょ。いいですよ、松村さんも残して。美味しいですよ。本当？うん、残してチョコで用意しなさい、お父さん、こういうのは。ごめんごめん。子供の時から思ってた、これ美味しくないって、この砂糖菓子のこの。全く認識なかった。優しいね、本当。いやー。松村さん、本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、本当。お母さん、ごちそうさま。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。イエーイ。推しぶどう最終回見てください。ぜひお願いします。お願いします。